風の吹くまま気の向くまま何を見るかは才の目次第。映画バクトの看板しょって歩いてみせますキネマの天地。そう、やつの名はザ・シネマハスラー。ハスラー、ハスラー、ハスラー、So I hustle, hustle, the hustler. I'm a hustler, baby. I'm a hustler, I'm a hustler, homie. I'm a hustler, I'm a hustler, homie. The cinema hustler.時刻は間もなく10時1分に、今10時1分になりました、TBS ラジオ第6スタジオから生放送でお送りしております、繰り返しますがディレクターのバロン秋山結婚おめでとうございます。ライムスター頭のウィークエンドシャッフル。ここからは毎週サイコロを振って見に行く映画を決め、毎週映画を見られる幸せを時たまちょっと噛み締めてもいいかもガタ無差別映画評論コーナーザ・シネマハスラーの時間です。先週のサイコロで当たった映画はこちら、その街の子供劇場版。幼い頃に阪神淡路大震災を経験したサラリーマンが追悼集会が行われる前日に偶然とある女と出会い、一晩を歩いて過ごす様子を淡々としたタッチで描く。昨年2010年ですね、1月17日に NHK で放送されたテレビドラマに新たな映像を加え再編集したものがこの度劇場版として公開されたと。主役を務めるのは森山未来と佐藤恵里子。前編にわたってほぼ二人だけの出演ながら、生々しくリアルな演技が静かな感動を生むと。ちなみにですね、この映画で音楽を担当されました大友義秀さん、私先週良英とね読んでしまいました、申し訳ない。これ知らねえのかみたいなことをね言われるんですけど、そうじゃなくて正しい読み方を追求しないまま放置しておく程度の感じの人っていないそれでした。なので義秀さんなんですね。はい、失礼いたしました。大友義秀さん、はい、が音楽を担当されております。はい、ということでこの作品をですね見たという方の、リスナーの皆さんからのメールをまたいただいておりますが、これはですねメッセージ多いです。都内では2カ所のみ、しかも公開回数も決して多くはない作品なんですけど、にもかかわらず通常の労働省映画とも変わらぬ量の感想が届いたということで、まあ比較的には多いと言っていいと思います。そしてメッセージの傾向ですが、心に深く残る映画というような意見が多いようです。細かい不満点を指摘するメールも数通あれど、全体的には極めて高い評価。ただし面白い映画というよりは心に残る映画だった、この映画を見てよかったというニュアンス、劇場内で涙腺が決壊したリスナーも多数いた模様と。意外と言うべきか、阪神淡路震災を経験された方からのメールも多数と。まあそれはそうでしょう、意外というかね、まあそうですよね。で、私は震災を経験してないけどと、映画に感動したものの震災を経験してないがゆえに、震災当事者の意見が気になるという人と、それとは反対に映画との登場人物とね同じ経験をして当事者意識を強く感じたと、だからこそ、震災未経験者の意見が気になるという方もいたと。いずれにせよ当事者であるか否かという観点が多く登場するのが他の映画とは異なる特徴ということです。まあね、そうですよね。はい、ということでちょっと、代表的なところを紹介させてください。インスタント禁煙さん、です。女性かな。はい、その街の子供見ました。とても文句なし素晴らしい良作だと思いました。超ナチュラルな演技と脚本、ドキュメンタリー風なカメラワーク、シンプルな構成、すべての要素がダイレクトに心に突き刺されました。特に里襟さん、森山さんの演技にグイグイ引き込まれました。居酒屋での二人の感じの悪い顔つきから心を開いていくにつれて和らいで魅力的になっていくのがすごく印象的。森山さんの現代っ子っぽいセリフ回しも作品のリアリティを増していると思います。今まで現代風な言葉遣いを映画でやるのはやめてほしいと思っていましたが、考えを変えてもらいましたと。災害被害を会話中心で非表現しながらも災害当事者に正面から向かい合った作り手の愛情がたくさん詰まった作品です。私は災害当事者でないのでこのように感じたのかもしれません。当事者の方はどう感じるのか聞いてみたいと思いましたという、インスタント禁煙さんからの感想です。あと夏夏さん、42歳男性会社員。私と妻は神戸で大学生時代を過ごし、93年に東京へ越してきたという経歴を持っております。震災の時には東京におりましたので、実際の震災を直接体感したわけでもなく、ただただテレビを歯がゆい思いで見ているだけでした。自分自身が何もできない無力な存在であることを感じ、それが引け目になってしまったことで、あんなに好きだった神戸にこの16年間行くことができませんでした。そういった意味で、この映画は私自身の物語であり、ラストシーンでは号泣してしまいました。
このような私にはこの物語に関して正しく語ることはできないと思う。まあそのね、あまりにも。ただそういった神戸に対する特別な思い入れがない人にこの映画はどのように映るのだろうかと少し不安にもなっています。ラストシーンにおける里襟の笑顔が苦難を乗り越えた者だけが持つ優しさに満ちていること、森山未来が示すこの苦難を乗り越えるために戦っていく決意、これらが普遍的なストーリーとして伝わればと願わずにはいられませんということです。あとね、匿名希望の方、私は震災経験者です。当時中学生だったその町の子供ですと。本当にね。幸い友人も家族も無事、家も無事でした。何の不幸もなく、のうのうと生きていることの申し訳なさ。またそれを普段はすっかり忘れてしまっていることに対する恥ずかしさ。そんなことをもやもや思いながら、私も劇中の二人と一緒に歩いている気持ちになりました。この映画の素晴らしいところは、単なる追悼映画として終わらせていないところだと思います。わけのわからへん、地震というもので友人や家族を失った人の心の復興、いろんな後悔を抱えて生きている人の背中を、ポンと押してくれるような内容だと思いました。そしていつ来るともわからない事故や自然災害に備えておくべきものとは、人が人を思いやる気持ちなのではないかということに気づかされた気がします。本当に見てよかったと思える作品でしたのところですね。もうちょっと紹介しようかな。神戸出身28歳女性からですけどね。私もミカ、これ里襟さんが演じる役ですね、ミカと同じ中学1年の時に被災し、家族は全員無事でしたが、友人が亡くなりましたと。16年経ってもふとした瞬間たまに震災を思い出します。天才だから誰も悪くないと分かっているんだけど、たくさん亡くなった人がいるのに、家族を亡くした人がいるのに、自分は生き残ってしまったという罪悪感みたいなものが今でも取れません。ミカやユージのように、ユージってのは森山さんが演じてる方ね。本当にいろんな形でこの罪悪感は被災した人たちがそれぞれ持っているものだと思います。この映画はミカとユージと一緒に神戸の街を歩いているような気持ちにさせてくれて、でもそのままでいいんだよと背中を押してもらったような気分になりました。罪悪感は一生拭えないけれど、それでもそのまま生きていくという単純なことだけど、なかなかそう思えないことを優しく描いていて、涙が止まりませんでした。というねことですね。あとね、これもね、これはね、実はね、直接震災と関係ないんですけど、ラジオネームお肉さんという方ね、見てきて、帰りに焼き鳥屋で一杯引っ掛けてきたから言いますが、いやそうじゃなくても言いますが、私は子供の頃虐待を受け、そのとてつもない理不尽をどうしたものかと思いながら育ったわけで、そんな時、例えば、これちょっと劇中に出てくる場面ですけど、ユッチのおっちゃんの窓の下にコンビニから戻る森山未来のあの小走りね、まあ、要するにまあ誰かのためにまあちょっと小走りしてると、そういうものに支えられて生きているのだと思います。本当にそういう些細な誰かの仕草に触れられる映画が誰かを救っていると思います。いい映画でしたというね。なのではい、普遍的に刺さってるところもあるということじゃないでしょうかね。これね、もう結論は出ちゃいましたみたいな感じですけど、はい、僕もロサで見たんですよ、池袋ので。ちょうどね、構成作家古川光さんとちょうど同じ回で、で、見終わって古川さんとこう、感想を話しながら歩いてたら、後ろからね、リスナーの方に話しかけていただいて、その方がですね、ずっとこれ、その町の子供、このハスリングに入れろとね、プッシュし続けた、セノチンさんね、番組アドバイザー、セノチンさんにお礼を言いたいですっていうことをおっしゃってましたよ。素晴らしい映画をね、見れてよかったという。で、この、同行の声が本当に多数あちこちから聞こえてくるのでよかったですね、セノチンさんね。おすすめですっていうね。はい。あ、おすすめです。はい。まあ、僕自身もちろん東京の人間で、直接はもちろんその被災はして、もちろんしてないですし、まあ、その幸いにもというか、知人、友人関係も、あれはなかったんですけど、亡くなった人とかいないんですけど、ただ、ちょっと事情があって、相方のマミー D が、本当に間もなくですよね、2週間以内だったと思うんですけど、に、まさに神戸と、淡路島に、行かなきゃいけない用事があって、で、行ってきた話とかを生々しく聞いたりとかっていうのはあったりしましたけど、まあとはいえ僕の距離感はそんなとこなんですね。なんですけど、はい、阪神淡路大震災をまあ扱ったフィクションとか、まあ映像作品っていうのはもちろんまあ他にもたくさんあるわけですね。で、ちょっととりあえず触れておきたいなと思うのが、映画で言うと萬田邦俊さん監督の接吻などでね、接吻の衝撃も記憶に新しい萬田さん監督のですね、ありがとうというのがね、あたりとか、まあ代表的だと思います。赤井秀和さん主演のね、実話を元にしたと、すごくね、これはすごく割と、なんていうんですかね、阪神淡路大震災ものとしてすごくストレートなアプローチの作品だと思います。まあ震災シーンとかを、まあ特撮と実写と、あとセットですね、すごい結構大規模なセットを使って、かなり、ものすごい凄まじい迫力で描いてて、破壊され尽くした街とかもですね、それで、前半はもう本当にもう、かなり衝撃な
あのディザスタームービーとしてもかなりすごいあのあれがあって、でそこから立ち直っていく後半のドラマも素晴らしくて、あのストレートなアプローチとしては本当にあのありがとう、すごい代表作だと思いますので、あの未見の方ぜひ見ていただきたいと思うんですが、ただ今回のこのその街の子供っていうのはまあそれとは全く異なるアプローチとまあ言っていいでしょうね。であのですね、僕見てまずもう本当にすごくもう強く連想させられたある映画があります。作りとして一番近い、非常に近いというふうに思ったある映画があって、それは、まあ、アメリカ映画なんですけど、リチャード・リンクレーターっていうね、監督の、リチャード・リンクレーターの、イーサン・ホークが主演してるビフォー・サンライズっていう、恋人までのディスタンスって、これまあ、95年の映画ですけど、それをすごく強く連想させました。本当に基本的な作りはものすごく重なり合います。まあ、ふとしたことで、まあ、知り合って、ある街を、こう、一晩歩き回ることになる若い男女ってね。しかも、その、たまたま同じ電車に乗り合わせて、で、まあ、ちょっとたまたまに近い感じで、こう、降りるっていう、その、いきさつの感じもすごく似てますし、なおかつ、その、若い男女の、その、やりとりっていうのは、まあ、それこそ、アドリブかっていうふうに思ってしまうような、その、自然さ、そういう自然な会話のやりとり、みたいなものが、こう、ずっと続くと。で、街をずっと歩いてって、で、その、街のいろんな表情っていうのも、その、映画もすごくそういう、なんていうかな、魅力になってたりとか。で、そこから、その会話の中から浮かび上がってくる、そのお互いの、まあ、価値観だったりとか、人生観だっていうのが浮かび上がってきて。要は大きく言えば、その、ああ、他者と、そういう、こうやって理解し合うっていうのはいいことだなって、こう思えるような感じですよね。で、まあ、最後には、その、ひょっとしたら、その、果たされる、ないかもしれない、再会の約束っていうのがあって。でも、それぞれの、その、今後の人生っていうのの希望の予感に、その、ラストはすごい満ちてるみたいな。はい。ビフォーサンライズという映画って、すごくもう本当に作りが似てると思います。ちなみに、ビフォーサンライズは、その続編の、ビフォーサンセットが、の方が好きなんですけど、僕は。はい。その、出会った二人が8年後どうなってるかってなんですよね。はい。ビフォーサンセットもいいで、まあ、ぜひ見たことない人だったら、ぜひ見てほしいですけど、ともあり、基本的な作りは本当、ビフォーサンライズっぽいな、っていうふうに思いました。ただ、こちらの、その街の子供は、その若い男女の道行きというのがですね。まあそれ自体は非常にその基本的にコミカルなトーンなんですね。もうコメディタッチと言っていいぐらい面白いんですけど、その二人の道行きとその会話から浮かび上がってくるものっていうのは、まあ非常にドキュメンタリックだってことですね。こっちはね。非常にドキュメンタリックな情景だと。まあ具体的にはもうもちろん言うまでもなくその、阪神淡路大震災の記憶であり傷っていうことですけど、それが非常にドキュメンタリックな情景っていうのがこう浮かび上がってくるから、あえてこの表現を使わせてもらうなら、よりスリリングですよ。はい。ちょっと不謹慎な言い方になっちゃうけど、映画としてすごいスリリングだと思いました。で、で、まあその事実上その二人芝居をずっとやる、その森山未来さんと里襟ですけど、で、まあまずこの二人が実際に震災を体験した文字通りその町の子供たちなわけですね、彼らがね。そこにもうすでにドキュメンタリックな要素がある。つまりその、なんていうのかな、登場人物自体の虚実が、ちょっともう分かんないよね。フィクションなのか、そのリアルなのかがっていう、その境目もすでにもうこの二人を選んでることで、そこはもう曖昧になって、その、なんていうのかな、境界線がはっきりしない感じが、またスリリングだったりするし、で、まずこの二人の取り合わせがいいですね。絶妙だと思います。要は、森山くんとこう、里襟がこう、並んでると、どう見ても噛み合わなそうっていうね。うん、で、もっと言えば、その、ビフォーサンライズに似てるって言ったけど、明らかな違いは、明らかにこの二人は恋愛関係には発展しなさそうっていうのがもう見た目でもう、説得力がある感じでもう出てるというね。で、その、この微妙に気まずい二人の距離感、赤の他人感、うん、が、その、最初の方ではそれこそサスペンスフルなというかね、まあこういうあえてその表現するのはサスペンスフルな、ちょっと緊張感を醸し出してて、で、だからこそだんだんそれがこう変化してって、最終的には、なんかその距離感がちょっとだけでも縮まったと感じられるっていう瞬間が、なんかとてつもなく感動的だったりするっていうかね、しかもその、だからそれが、なんかこう、フィクションと、そのリアルの淡いをこうなんていうのかな、行きつも戻りつるような感覚の中にあるので、なんかすごくこう実感を持っていいなって思える。でそれこそですね、二人とも最初はこのメインの二人の登場人物がストレートな好人物には全然見えないわけですよ。むしろなんかそれぞれなんか嫌なやつだなくらいの感じですよね。佐藤恵理子さんはね、もうさ、その絶妙になんかその自分勝手な感じっていうかね。で、なんかその絶妙に先走った行動を取りそうな女っていうね。まあ、とにかくまあ付き合いづらそうだっていうね。これはもう佐藤恵理さんという人のパブリックイメージもあるでしょうし。あと、森山未来さんは森山未来さんで、なんかその屈折した感じ。もちろんそこには、先ほどからそれこそメールでね、繰り返し言われてるような、小さい体験って一口に言っても、いろんな距離感があるし、いろいろ抱えてるものはそれぞれあるという、それがまあ背景にあるんですけど、なんか屈折した感じで、というね。で、それが、この二人のその噛み合わない距離感みたいのが、それこそごく自然な会話の流れから、
ある決定的な他者性、つまりもうこいつとは分かり合えないっていうのを容赦なく浮かび上がらせるという序盤のまず居酒屋シーンがあるわけですね。これあの気まず名シーンですよね。名気まずシーンだと思うんですけど、普通の会話だったはずなのに、あまずいとこに踏み込んじゃったお互いっていうね。で完全に決定的になっちゃう。そこちなみにあの非常にカメラワークがドキュメンタリックでもあって、こうなんていうんですかね、すだれがこうかかってて、すだれの手前からこう行ったり来たりしてんだけど、すだれにカメラがこう引っかかって、ちょっとすだれがグラッてするとことかが入っちゃってて、これあのメールでもありましたけど、そこがこんなテイク使うなっていう意見もあったみたいです。僕逆にドキュメンタリー感というか、今そこで起こってることを捉えている感を優先させてる感に、なんか異様な生々しさを感じたんですけどね。とにかくその人と人とが決裂する場なんて痛くないわけで、そこにいさせられちゃってる感じね、うん、はい。で、でもね、そのこの居酒屋シーンの中で二人がこう、まあ要はそのお互いのね、分かり合えない感じっていうのが浮かび上がっちゃう時に、断片的に示されたそれぞれの過去っていうのが、まあちょっとした言葉の端々に出てくるその過去っていうのが、後で実際にその場所二人がこう歩くところで、要するに再び彼らがその町にですね、実在するその町に再びこの二人が立つことで、なんかよりその切実な思いとか意味とかが浮かび上がってくるっていう作りになってて、これね、まずこの渡辺彩さんっていうね、あの脚本の方の、このまず脚本の仕事が、脚本がどの程度仕事したのかが見えないぐらいの自然さがあるのに、実はそういう周到な構造もあるとかって、本当見事なものだと思いましたね。僕あの渡辺彩さんの手掛けた脚本のやつってあんまりちゃんと見たこと、天然コケッコーぐらいしか見てない。天然コケッコーすごい好きでしたけど、で改めてその代表作のジョゼとトラと魚たちなんて見たけど、やっぱりああなるほどなっていう、そのなんか他者との距離の話っていうか、そういう意味ではちょっと重なるところもあるなと思ったけど、まあでも、あ、上手い人なんだなーってのはすごく思いましたけど、で、まあそのさっきも言いましたけど、実は周到な計算があるはずのその脚本を、それと感じさせない、計算って感じさせないような自然さで見せる、まあ演技であり演出っていうのもほんとすごいし、そうですね、例えば、そのお互いがその心情をだんだん吐露していくわけですけど、それの過程でね、要は道行きの過程で荷物が重いから、お互い10分ごとに持ちっこしましょうっていうわけですよ。その荷物を交代で持つというその仕草自体がね、要はお互いの相手のね、人の他人の肩の荷っていうと、もう一時的に背負ってあげるっていう行為でもあるわけじゃないですか。だから必ずと言っていいほど、荷物を持ってない側が問わず語りにその何かを語り出すわけですね。で、一時的にですよ。あくまで一時的に肩の荷を借りてあげる。なので、その意味では、里襟の方が先に肩の荷を下ろすっていうのも、これは話の流れ上、納得な流れだったりするんですけど、そういうところとか、ごく自然にその、心情吐露っていうのが、その仕草とともにね、ここでするならおかしくない感じがするっていうね。はい。うまく、うまいなっていう。で、プラス、その会話だけじゃなくて、その、二人の話が重ね合わさることでですね、現実にあるその神戸の街並みっていうのがね、それは本来は単なる風景のはずなのに、あ、さっきの話に出てきたあの場所かっていうことが分かった途端に、一種異様な迫力を増すわけですよ。ただの光景、あそこの家だって言った時のふわっていう感じですよね。怖いとつは感じられるような異様な迫力を持って出てくる。例えばそのさっき言った居酒屋のシーンで超気まずくなるきっかけですね。まあ森山未来君側が、ユージが、まあ、言ってみれば、やや露悪的にちょっと吐露する過去があるわけですね。要するに震災時に、まあ、子供として感じてしまった非常に辛く気まずい体験。で、まさにその辛い体験を思い起こさせる、その家が、そこに立ってるその家がそれなんだっていうね。うわーってなるとこですよね。はい。ただ家で撮ったってそうなんないのに、それが重なることでうわーって立ち上がってくるわけですよ。その、恐怖、トラウマがね、我々にも。で、それは同時に彼がその、要は建築会社に勤めてて、なんだけど耐震性って言ってるけどっていう現実にはこういうことなんだっていう、彼自身の現在の葛藤とも重なってるわけだったりするわけですよ。その、というね。なので、これはもうその先週のソーシャルネットワーク表の時に言ったことじゃないですけど、単なる会話とか単なる風景とかっていうのの向こうに何層もの意味とか思いが見えてくる作りになってるわけですよ。しかもそれがそういう作りだ、それこそソーシャルネットワークの上行ってるかもしれないよ。そういう作りだなってわからないぐらいわざとらしくないわけですね。だからこの井上剛さんというこの監督さん、 NHK のテレビドラマのね、その演出家さん、すごいですよ。大した手腕だと思いますね。恐ろしい手腕だと思います。で、まあ、こういうような、その、うわっていうところで言うと、白尾はやっぱりそのクライマックス。はい。ね、二人が、まあ、それこそ何の変哲もない階段を降りてるように見えるわけですね。階段を降りて、それを背中側からこうカメラ最初追ってるわけですよ。で、そうするとカメラがぐーっとこう前に回り込んで、里襟さんの
前に回り込んで、サトルネスの肩越しに、一つのマンションで、そこに一つだけ灯った部屋の明かりを映し出す、この瞬間ですよね。ちょっと不謹慎な言い方になってしまいますけど、はっきり言って、ここはもう、ホラー的な旋律が走る瞬間ですよね。はぁっていう、はぁっていう。その明かりの奥に、我々はその15年分の闇を見るわけじゃないですか。うわ、あそこにっていう。で、その明かりの下に、元にですね、里入りはそのね、美香さんは勇気を振り絞って向かうわけですよね。もうそこの場面とか、本当にサスペンス振るとしか言いようがない、もう盛り上がりの場面ですよね。で、なんだけどそれが、さっきホラー的な旋律を感じさせるって言ったそのマンションと明かりのその空気がですね、その数分後の場面では、ちゃんと人のぬくもり、明かりっていうね、人のぬくもりを感じさせる温かい光にちゃんと見えるように変わっていくわけです。で、この間に、例えばその森山未來君演じるユージは何をしているかとか、あと音楽がどういう風に変化してるかとか、そのすごく繊細な演出のここで転調する感じっていうか、それをね、ぜひね、ちょっと本当に見て、ご自分のその目で、ちょっと感じていただきたいあたりなんですけどね、すごくやっぱいいです。丁寧だと思います。で、さっきまでね、さっき里襟の肩越しに明かりが見えて、うわって、そのあの明かりの向こうに15年分の闇が、ホラー的に感じられたその明かりがちょっともう温かいものに見え始め、そして全く同じ位置に、数分後ね、帰ってきて、そのミカが帰ってきて、ミカの肩越しにあの窓に明かりが見えるわけです。温かいものにも見えるわけです、我々にも。そこにある人影が、ね。で、ここでその会話のやり取りがあるわけ。この会話のやり取り自体、やってること自体は非常にコミカルなわけですよ。なんであんたが手振ってんのよってね。なんだけど、で、実際そのこの場面で、その、ミカ、サトエリさん演じるミカも、森山くん演じるユージも別に、人間的にご立派な態度をとってるっていうわけでは別にないはずなのに、この、なんであんたが手振ってんのよって、ここ、なんかね、ああ、なんかこの程度のことがあるだけで、世の中、やっぱ捨てたもんじゃないのかなっていうふうに思える場面なわけですよね。要はその全てお互い深く理解し合えたりは結局できないかもしれないけどっていうことですよね。はっきり言ってその森山くん演じるユージは別にそんなによく分かって手を振ってるわけじゃないのかもしれないけど、なんか間が持たないから振ってるだけっていう感じかもしれないけど、その誰かがそばで一応話を聞いてあげて付き合ってくれてるっていうだけで、そのこのね、要は普通に生きてたらなんて理不尽な不幸に溢れたこの世の中って、まあちょっとはマシに感じられたりもするんだなっていうことじゃないですか。だからこの場面はなんであんたが手振ってんのよってコミカルな場面であるから笑いも漏れるんだけど、同時に笑いながら号泣めんっていうね、おえつめんっていう素晴らしい場面になってると思いますね。クライマックス、そのサスペンスからここに転じていく。だからちゃんと一見淡々とした映画ですけど、ものすごい感情の盛り上がりがある話なんですよね。はい。で、そのお互いね、さっきすごくこいつとは分かり合えない、もうやだ、もう一刻も一緒にいたくないっていう他者として感じられた、その他者同士がお互いを少しでも救い合えたっていうこの思いがあるから、ラストね、ラストのラストですよ、里襟さんがまああるアクションを取るわけですね。そのアクション、その一瞬がすごくやっぱり感動的だったですよ。あ、こういう一瞬があるから生きていけるよねっていうね、いいねっていうことですよね。だから先ほどその震災を経験されてない人にどう見えるのかっていう話ありましたけどね、先ほどそのご自分の例えば虐待経験に照らし合わせている方もいましたし、要は平たくこう大雑把に言ってしまえば、まあ理不尽な不幸の後をそれでも人はどう生きていくかっていう普遍的なテーマなんだなってことは、もうちゃんとこれはテーマ足りえてるっていうね、はい、ことはもう間違いなく言えると思います。で、まあそのラストね、里入さんがあるアクションをして、あの時でタタタって走ってくと、あの手足長いのがいいよね、手足長いとこがまた生えてるね、ぴったりだね里入ね。そのラストにある、まあその追悼集会が開かれてるところが、まあ最後こう着地点になるわけですけど、これあれですよね、2010年の1月17日に放映されたドラマだけど、普通に考えたらこれいつどこどうやって撮ったんだろうって見終わったとね、古川さんとね話してたら、あれは2010年1月17日の放映当日の朝撮って、で、1時間前まで編集をしてたっていう話らしくって、そういう意味では、テレビ放映版っていうか、テレビ放映時のこの、その街の子供っていうのは確かに、テレビならではのリアルタイム感、そこが醍醐味のドラマでもあったのかなとは思うわけですね。まあ、つくづく、その、テレビドラマとしてまずは凄まじい試みだらけの話だったろうなと思う。だって、ねえ、まあ今盛り上がりがとか言ってましたけど、やっぱテレビのスピード感からしたら結構やっぱ異例のね、内容ですし。で、なおかつそんなその、
ドキュメンタリー、なんていうんですかね、フェイクドキュメンタリー、フィクションとフェイクドキュメンタリー感とリアルにドキュメンタリー感とっていうのがこうナイバズになってるのはすごく実験的な作りだと、やっぱ NHK すげえなっていうね感じがするんだけど、ただじゃあ今回の劇場版はどうなのかっていうとね、まずそのこれはあのインタビューとかで作り手の方が言ってるんですけど、まあちょっとオープニングを変えましたと、導入部をちょっと工夫しました。要するに阪神淡路大震災ものですよという1月17日当日でそれが前提となってない分、ちょっとその導入をちょっと説明を入れましたということと、あと瀬野陳さん曰く深夜会話をね丸ごと足されてるとかそういうことじゃなくて、なんか黙って2人が並んでいるショットとか間が足されている感じだっていう風に、おっしゃってたんですけど、つまりそれがねこういうことかなと、より同じ時間を共有してる感を増してる作りだっていうことですよね。で、それはつまりですね、こう劇場で見る、つまりその横にいる他者たちと何かを共有するというその映画ならではの体験感にもつながっ、そこが増しているってことなのつながってるわけで、僕はちゃんと今回劇場版にした意味ははっきりあると思います。なので映画館で見てほしいなというふうに、思ったりもしますね。あとですね、さっきちょっと音楽がね、クライマックスで音楽がどう変わっていくかみたいなこと言いましたけど、音楽ね、あの名前読み間違えちゃいましたけど、音楽いいです。大友さんいいですね。特にあのメインテーマの歩くっていうこのメインテーマのやつ、ドン。僕の言葉で言うと、牛歩感っていうんですかね。なかなか先に進めない感じと、あとコミカル感っていうのがありながら、でもその後ちょっとポローンって入って、なんかピアノが入ってきたりすると、ちゃんと希望への予感も感じされるという、なんか絶妙なバランスの音楽だな。で、それでその牛歩感が終盤ですね。この二人が走り出す瞬間に音楽も走り出すんですね。ここのカタルシスですよね。もう、若者が二人で走ってるっていうだけでも上がるのに。もういろんなことがこうそこに集約されて走りのカタルシスにふわーってこうなるっていうね。はい。あとね、そういうその映画の構造としてよくできてるなってことは別に、単純にその自然なアドリブなのかなんかわかんないけど、その自然な会話の面白さっていう、単純にそこもすごく好きなところです僕。すごい好きなところで言うとね、本筋と全然関係ないようなところで、里江さん演じるミカがもう疲れた疲れたつってタクシー乗ろうよみたいなことを連発し出す頃ですよ。に、その森山さん演じるユージが、そっちはねそんな歩きやすそうなブーツで歩いてんだからいいじゃんと、ちょっとこれ全部関西弁ですよ、関西弁で言ってんの、実際にはブーツで歩いてんだからいいじゃんと、こっちはこの革靴でどんだけ歩いたと思ってんだみたいなこと言う。でそれに対して里襟があーってこう、でそれに対して森山さんもあーってこう言うっていうね、なんかその二人がすでに打ち解けた後の感じだからこそ、なんか初めて里襟さんがこっちの森山さんの事情をちょっと汲んであげる、うん、あーがいいなっていうね、うん、感じがするんですよね。すごくこうこの会話いいってこう思えるっていうね。ここは本当にアドリブの部分の、とにかくね、どこまでが脚本でどこまでがアドリブなのかが見ただけでは判然としないぐらいなんですね。すごいと思いますし、自然だし、まあやっぱキュートですよね。この二人が。だんだんあの嫌な奴にしか見えなかったあの二人がちゃんとキュートに見えてくるっていうことですよ。はい。ということで、僕は本当にそういう意味でとても愉快で爽やかな青春ドラマでもあると思うし、同時にさっき言ったように、要は巨大な喪失とまあそのどう向かい合うかっていうね、言葉にしちゃえばそういうことだけど、要はそれが具体的なその実際の街の顔としてこう浮かび上がってくる瞬間のやっぱその怖さですよね。その向こうにあるそのなんか異様な迫力を持って街が立ち上がってくるっていうこの瞬間のそのサスペンスでありスペクタクルでもあるっていうふうに思うわけですよ。なのでそのまあ見終わった後その街出ると街並みとか歩く人々ってまた違って見えるみたいなね、もうそれだけでこれいい作品だなってことですよね。はい、いいもん見せてもらいましたと思います。素晴らしかったと思います。細かいこと言おうかなと思ったんですけど、初見の時は。例えばその津田寛治さん演じる先輩がちょっとデフォルメされた嫌な人風に描かれすぎじゃないかなとか思ったんですけど、そんなこと気になんないとか、あとその二人が道行きを始めるため、要するに物語を動かし出すために若干飛躍はしてるけど、そんなこと気になんないうん、ぐらい本当に素晴らしい部分というのがもう本当に素晴らしいと思いました。日本でこういう、演技とか演出のやり方で作品が作れるのかというふうに思っただけでも本当に大収穫だったと思います。瀬野陳さん進めてくれてありがとうということで、ぜひこれ劇場で見ていただきたいと思います。真面目におすすめです。